うちの西川一発持ってるんで必ずジェームス選手倒してくれると信じています。超人クラブの総裁石井潤も太鼓判を押す立ち技エースがメインイベントに。西川晃平2009年 K1 甲子園準優勝者、その打撃センスは誰もが認める逸材。とにかく西川の試合は超アグレッシブ、相手が倒れるまで攻撃ラッシュをやめない。勝つにしろ負けるにしろ僕はその辺の人よりは面白い試合すると思った。そんな西川の前に現れた強敵、今まで一番大物ですね。立ち技界大物中の大物、長島次元乙雄一郎。ご存知、コスプレファイターとしても有名な長島。しかしその見かけに惑わされることなかれ、この男めちゃめちゃ強い。はっきり言って日本トップ中のトップ。ひたすらパンチで前にガンガン来るイメージがあるのと、すごくやりづらそうだなっていうのはあります。しかし西川は狙っている。長島を食い日本立ち技界の頂点に立つ瞬間を。長島純をするとやるからすごいんじゃなくて、本当に勝ってすごいと言われたいですね。倒すことしか僕は考えてないんで、はい、スキルで効かしてパンチ連打でボコボコです。やっちゃいます。メインイベント70キロキックルール3分3ラウンド、西川晃平 vs 長島次元乙雄一郎。